どうも、ダンス講師の集客教室をしているケンです。ダンス講師の集客コンサルをしたり、チーム活動で賞したり、国内最大のブレイクダンスオンラインレッスン、b r r b ボーイズを運営しています。今日は、新時代到来、ダンサーの生きる道、あなたはどれを選択するというテーマでお話ししています。まあ僕、オンラインでの集客コンサルの方をかなり まあインスタを使ったりツイッターを使ったりして情報を発信してるんですが、まあ、結構ダンス講師以外にも今の時代にまあダンサーとして活躍するっていう意味でいろんなやり方があるなと思って今日はその表現方法まあ立ち位置とかダンサーとしてどういう貢献の仕方があるのかまあお金を作れるのかっていうことを重点的にお話ししていきたいなっていうふうに思いますまあこの お話聞いて、まあ、今もしダンサーとしてちょっと自信がなかったりとか、形としての結果、コンテストとかバトルでも全然活躍ができなくて自信がないって方でもかなり視野が広まるかなっていうふうに思います。まあ将来的にはダンスで生活できたりっていうのも全然実現できる。そういうふうな話になるかなと思います。まあ逆にこの話ちょっと知らないと、まあダンサーっていう昔からの 固定概念に縛られて視野が狭くなって結局昔の方前の、まあ、上の方の話ばっかり聞いてて今の時代に通用しないような考えをずっと持っていただけにまあ結局ダンサーとして生活するあるいは活躍するっていうのを断念しないといけなくなるっていうふうなのがまあそういう危険性が出てくるかなっていうふうに思います、まあ ダンサーの仕事、ダンサーとしての立ち位置、携わり方は、まあ、大きく今日ご紹介するのは3つあるかなって思います。まあ、もっとあるんですけど、一番わかりやすくてポピュラーで、まあ、実現が可能かなっていう3つをご紹介したいなっていうふうに思います。まず1つ目ですね。1つ目がスタジオのインストラクターですね。まあ、結構これは まあ、身近なものじゃないかな、というふうに思います。まあ、結構知り合いも増えるし、逆に知り合いのダンサーの方から少し引き継いでもらえないとか、まあ、そういうふうな紹介をもらったり、逆に知り合いが増えたりっていう、とてもプラスなところっていうのは結構多いんですけど、やっぱりスタジオのインストラクター何回も言うように、お金があんまりもらえないというか、お給料としてスタジオのインストラクター、 例えば一つのクラスだけでお給料としてもらって生活していくっていうのはかなり厳しいかなっていうふうに思います。まあプラスで福利厚生っていうものもないので個人事業になっちゃうのでかなりインストラクターだけで食べていくっていうのは少し厳しいですしやはり体にも限界があるしまあ時間と場所も縛られてるしっていう意味でまあちょっとこれからは難しくなるかなっていうふうなのを思ってて まあ一つの選択肢としては全然ありだと思うんですけど、今後かなり大きく変わっていくかなっていう部分ではあります。まあ一つ目がスタジオのインストラクター。二つ目が、まあパフォーマーとして認められるというか、お金を稼ぐということですね。まあこのパフォーマーっていうのもストリートのパフォーマーもあれば、まあ大企業の、例えば G-SHOCK の CM で出てるダンサーさんとか、レッドブルで出てるダンサーさんとか、そういう大きな振り幅があるんですけど、まあ、僕があの思ってるのはもう企業の大企業にまあ抜擢されて広告としてパダンスをパフォーマンスするっていうふうなやり方があるかなっていうふうには思います。まあ、わかると思うんですけど、イメージできると思うんですけど、お金はかなり、あのやはり企業がつくので、たくさんもらえることは間違いないと思います。 また知名度っていうのも、まあ、たくさんの人が見てる SNS だとか、まあ、テレビとか、広告とかでかなり見るので、まあ、知名度、影響力を持ちたいという方は、ぜひ、まあこういうふうな携わり方は、まあ夢の、まあ本当夢のところかなっていうふうに思ってて、まあ僕もすごい憧れはあります。まあし、その一方ですね、あのー、<laughs> まあ流行があるので、たとえ上手かったとしても、その広告の大企業とか、まあ今の時代に少しフィットしてないと、なかなか拾ってもらえないというか、母数も多いので、競争もなかなか激しいかなっていうふうに言います。まあ茨の道にはなると思うんですけど、夢がある分かなり実現には困難が立ち向かってるかな、立ち向かないといけないかなっていうふうな印象があります。 で、三つ目ですね。三つ目がスタジオ経営になります。これはかなり多いです。おそらく周りの方でダンスで生活してるダンスを使って生活し、お金を作って生活してる方はほとんどスタジオ経営をされてるかなっていうふうに思います。まあ、スタジオ経営に行くところってもう自分がオーナーなので、自分の価値観、自分の世界観で好きなダンスを情報発信したりとか教えたりとかイベントをしたりっていうことがもうやりたいようにできる。 これがとてもいいところだと思います。まあ一方、お金がかなりかかるんですよね。初期費用もそうですし、場所代もかかりますし、まあ電気代とか、おそらくまあ、その、経営する上でかなり初期費用かかりますんで、お金、ね、結構最初に必要かなとていうふに思ってて、まあ、プラスでインストラクターと一緒なんですけど、まあ時間も決められてますし、まあ、場所はスタジオ移動できないので、 まあ、ここの面ではスタジオ経営。まあ、普通のスタジオ経営も、これからもまた難しくなったりとか、一回、ちょっとこけてしまうとなかなか復帰が難しいとか、まあ、借金をしたりとか、そういうふうな危険性、リスクもあるので、かなり、まあ、余人深く考えないと難しいかなというふうに思います。まあ、ですけど、まあ、これ、オンラインの場合だと、 まあ、場所代かからないし、時間の制限もないしっていうな中で、結構僕が今やってるブレイクダンスもそうなんですけど、オンラインレッスンっていうのはかなり可能性があるかなっていうふうに思うんで、まあ、ぜひ僕の情報を見てみたりとか、他の方で、まあ、ヨガとかのレッスンを、まあ、情報発信しながらインスタでやったり、YouTube でやられてる方いると思うんですけど、いろんな方見て勉強してみたら、結構ダンサーとしての仕事の 幅っていうのはどん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 増えていくかなっていうふうに思います、まあ、次回も最後にお伝えしたオンラインでのスタジオレッスンっていうので必要な要素をどん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 公開していきたいかなって思うんでまた見ていただけたら嬉しいと思います今日は新時代到来ダンサーの生きる道あなたはどれを選択するというテーマでお話ししましたではまた